Welcome to the Startup Grind. アップヒマリ呼んでいただきまして、皆さんメリークリスマス。メリークリスマスってまだですけれども、東京戻ってまいりました。よろしくお願いいたします。森若浩二郎と申します。あだ名はですね、ジョンなんですけど、普通の長州人、山口県出身でございまして、シリコンバレーと日本行き来して今6年ぐらいですね。あとは海外の、イノベーションハブの方に行ってまして、イスラエル、インド、フィンランド、エストニア、ルクセンブルグ、マレーシア、上海、さまざまなところに行って、それを毎月ですね、このイベントに合わせて戻ってくるというような生活をとっております。本日のですね、最近、ググっても出てこない、著名な起業家、最近巨額の資金調達もされたこともニュースにもまだ出てない起業家でして、非常にですね、かっこいい、カウンターワークスの CEO の三瓶直樹さんにお越しいただきました。皆さん拍手でお迎えください。直樹さん、ありがとうございます。ウェルカム。どうぞ。本当ですね、ググっても出てこない内容を最初からですね、YouTube の前で話すっていうのは少し緊張されると思うんですけれども、緊張しますね。本当にまだ調達のニュースは出て、数十億の調達を達成されたばっかりで、皆さん大きな拍手でお祝いしましょう。本当にまだ出てきませんから、今打ち合わせで聞いてすごいなと、ね、何十億かはまだ言いませんけど、何百億まではいかないです。まだいかない、いかないです。最近ユニコーンってね、言葉聞いたことある方どれぐらいいますか。ユニコーン企業すごいって最近流行ってますよね。あれ1000億ぐらいの時価総額のことで、未上場企業のことを言いますけれども、実は100億ぐらい調達すれば、ね、10タイムズかけて1000億ぐらいになるんですよ。なので御社もね、実はですね、直樹さん、ここに来るスタートアップグランド東京に来るですね、ゲストスピーカーの方、ネクストユニコーン結構なり始めてきてますので、Zoom の多田さんとかですね、でこの間のビットキーの方もここで対談終わった後にも巨額の調達発表されましたし、ベイビーユニコーンと言いますか、ね、来年ぐらいのネクストユニコーンにはなるんではないかと思って、楽しみなんですけど、まず最初にカウンターワークスのビジネスについて簡単に3分ぐらいでご説明お願いいたします。はい。我々の会社は、小売とか商業不動産領域のデジタルトランスフォーメーションを支援していくということをテーマに掲げていまして、小売スペースを短期で貸し借りするためのマーケットプレイスという事業が一つと、あと先ほど伊藤さんの方から少しご紹介いただきましたけれども、商業施設とかあとは小売店舗の中で何が起きてるんだということを、見えるようにするプロダクトというのを最近、リリースしまして、その2つを主軸に展開しているような会社になっています。ありがとうございます。今のサービスについてですね、より詳しく後々聞いていきたいと思いますけど、まず最初にですね、今日もうすでに起業している方ってどのくらい会場にプラグアンドプレイに来ていらっしゃいますか。3分の1ぐらいで、これから起業を考えられている方はどれくらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。でまずですね、直樹さんはいつから起業家を志してはいましたか。いつというと結構難しくてですね、はい、実家も会社をやってるような家で育ちまして、小さい頃から、そういう、はい、なんとなく親父の後を継ぐんだろうなとか、すごいですね、すごいですね、ぼんやりしたような。いや、結構ですね、ここに来てくださる起業家、やはり2代目、3代目継がなくて自分でスタートアップを起こしたっていう日本人企業多いんですけど、子供の時からそうですね、なんとなくその会社をやるんだということについては、身近にあったんですけど、すごいいい環境ですね。そうですね。お父様が創業者で、はい、そうですね。どのようなビジネスをされて、実家はですね、建設業とか不動産業とかをやってるような会社なんですが、僕自身がじゃあ明確にこう起業したいなと思ったのは、大学生の頃ですね。大学ではどのような、普通の大学生だったんですか。普通の大学生で、当時ウィニングイレブンっていう、はい、ゲームが流行ってですね、はい、週5で家でウィニングイレブンやってるような学生だったんですけど、はい、当時の大学時代の友達が、はい、会社をやるぞというものがいまして、はい、
で僕もそのいつかは実家を継ぐんだろうなと、はい、なんとなく思ってたんで、あそのプロジェクトはちょっと面白そうだなと思って、はい、実は学生時代に一度起業、はい、まあ代表ではなかったんですけど、はい、起業というプロジェクトに参加をして。東京ですか？東京ですね、はい、そこが人生で初めて自分ないしは自分たちで取り組んだ、はい、初めての起業という、すごいです、ね、まだ20歳になったぐらいですか？20歳になったばっかりぐらい、どのようなビジネスと起業プロジェクトだったんですか？その頃は、その時の代表者が学生イベントとか、はい、まあ、そんなことをよくやってるようなメンバーで、はい、最初はそこにこう企業さんの協賛とかをつけるような、事業から始まり、はい、例えば、学生という身分を生かしてですね、はい、大学の先生とかをそそのかして、うん、学内で商業映画の試写会とかをやっちゃおうぜみたいな、面白そうです、ね、映画会社さんがお金いただくとか、はい、そんなようなことをやってましたね、その友達の名前ってジョンじゃないですよね？ジョンじゃないですね、クレイジージョンの。クレイジージョン私もシドニー大学時代そんなことが毎週木金土クラブイベント、オーストラリア最大のイベントになったんですけど、ね、はいはい、未だに友達がやって4万3000規模になってますけれども、うん、アーバンエージェントって言って、はい、サイバーエージェントですかじゃあアーバンエージェントって会社まだありますけども、はいはいはい、やってましたね、パーティーばっかしね、結構有名な方とか、なんかさっき聞いたらいらっしゃったとか、いましたね、やっぱアイスキューブとかね、ラッパーをね、うん、アフターパーティーで1時間80万円で買ったり、うん、スヌープとか200万円したんで買えなかったりとか、はいはいはい、大手が連れてきたのを後で取りに行くとアフターパーティーだけうち来てよみたいな交渉しに行くっていう、はい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 、でクラブを貸し切って毎週1000人から1500人規模のイベントをやりまくってました、うん、まあ結構似たような、そうですね、近いかもしれないですね、私も2代目兼起業家なんで、はいはい、そうですね、で実家の仙台ですよね、うん、仙台です、不動産お父さんやられてで、はい、大学の時にマーケティングの会社で、そのスポンサーつけるのとか、はい、最初から営業力って直樹さんの中に何かあったんですか？ですね、もともとその週5でウィーディングレモンやる前に、はい、テレアポのバイトをしたことがありまして、はい、時給がいいんですよ、うんうん、めちゃくちゃ大変なんですけど。時給ってどのくらいなんですか？当時で、はい、1500円とか1600円とか、はいはい、そういうバイトってそんなに当時はなくてですね、うんうんうん、僕は何しろウィニングレモンやりたいんで、はい、なるべく効率よく稼ぎたいということで、はい、まあ、大変だったんですけど、はい、短時間でこう効率よく稼げるアルバイトっていうのを探して、はい、テレアポイントの仕事、うん、バイトをしてたんですけれども、はい、その時はもうテレアポイントというか、まあ、テレセールスに近いわけですよね、うん、その時に初めて、そのお客様になっていただくためにどういうアプローチをしないといけないんだとか、どんな話し方をしないといけないんだとか、そういったことをこうアルバイトで学ばさせていただいたというのが多分結構生きたんじゃないかなと。なんかいい声ですもんね結構ですね、テレアポイントのリストを会社から渡されるんですけど、はい、本当にもうめちゃくちゃ使い古されてるリストみたいなやつで、かけた瞬間に弁護士呼ぶぞみたいな怒られたりするんですよね。すごい。そういうこう大変なものをこうくぐり抜けていく、はい、なんて言うんでしょうね、そのトークで。トークで。それで大学では企業法を学ばれたんですか？そうですね、大学時代は企業法学部というのに、結構生かされてました、大学のその企業法は、ね、テレアポでくぐり抜けるために。テレアポでくぐり抜けるためには全く生きなかったんですけど起業してから、はい、契約書って普通会社がこう作ってくれて、それをなんかこうお客さんとやり取りするみたいなものだったんですけれども、はい、初めてそのお客さんから仕事をいただくときに契約書くれと言われて、はい、契約書と、そんなものは作ったことがないというので、はい、ググりまくったりしてですね、はい、ひな形みたいなのを作って、うん、それで初めてこうやり取りをするんですけど、はい、その時に初めて企業法学科で学んだ法律の文章みたいなやつが出てくるんですよ、ね、はい、ここだけ役に立ったぞというですね、なかなかこう学校にあまり行かない不良学生だったんですけども、うん、初めてイベント会社だったし、そうです、マーケティング会社か、はい、初めてそこで役に立ちましたね。それで新卒でサイバーの子会社。そうですね、厳密には卒業してから1年ぐらいはその学生の時にやってた会社をそのままやってたので、第二新卒みたいな扱いだったんですけれども、うん、はい、サイバーエージェントのグループ会社の、モバイル広告専門に取り扱ってるような会社にご縁があって入れていただいて、
2年ぐらいですかね。じゃあ広告枠とかをあれですか、売りまくるっていう。そうですそうです。営業ですか。営業ですね。広告営業をさせていただいてましたね、はい、テラポして、テラポし て, テラポして、まさにまさにミーティング行って売りに行くみたいな。そうですそうです。すごい、ずっと営業なんですね。ずっと営業ですね。あ、すごい。でも結構成績とかも良かったんですか。そうですね、おかげさまで。その苦しいテレアポイントのバイトを乗り越えてあの学生時代の、まあ、ちょっとしたこう会社のプロジェクトみたいなことをやった経験もあってですね、営業自体はすごくこう楽しんでやらせていただいてたので、うん、ある程度のこう結果というのは残せたんじゃないかなと思いますね。そして2011年、はい、あの有名なフリカアウト、はい、フリカアウト一号社員ということで、一番最初社員ですね一号社員ってどうやったらなれるっていうか。はいはい、多分これはほぼ縁故じゃないと無理だと思うんですけど、はいはい、あの募集とか出てたんですか。いや出てた、今有名ですけど出た、あの設立前だったんで、どういったコネクションでその一号社員にならないかみたいになるんですか。ですね、多分パターンはいくつかあると思うんですけど、はい、僕の場合はその広告営業してた時のお客様が、はい、その会社を辞めた後に VC に転職されたんですよね、うんうん、で VC に転職されて、その VC がフリークアウトの立ち上げの支援をしていて、はい、で創業者がエンジニアなんですけれども、はい、まあ、ビジネスサイド、はい、で特に広告製品を作るような会社だったので、まあ端的に言うと営業ですね、はい、売ってきてくれるやつを探してくれと、その僕の昔のお客さんを言われてですね、はい、いろいろこう探し回った結果僕に声をかけてくれて、でその後初めてそのリカと創業者の方と会うと。あの有名な本田さん。本田さんですね、すごい。でも貴重な体験ですよね。貴重な体験です、ね、ファウンダー CEO の本田さんと直樹さんしかオフィスにはいないっていう状況です。そうです、本当に当時はそうなんですね。で今ですね、もともと創業期からいる、はいはい、佐藤というものがいるんですけど、はいはい、が、ハーフコミットみたいな感じで、ヘイの方です。あ、そうですそうですそうです。この間テレビ、あ、そうですか、で見ました。うんうんうん、そうです、はい、佐藤いるすけど、すごいメンバーですね。なので、フルタイムは僕と、はい、まあ、本田さんで、はい、佐藤ゆうすけ氏がハーフタイムで、はいはい、でまあそれが創業期のメンバー、はい、そんな感じ。すごいですね。どんな感じなんですか、そういうメンバーって。どんな朝から始まるんですか。朝はですね、はい、本田さんは当時千葉の印西というところに住んでてですね、はい、めちゃくちゃ家が遠かったんです。どこですか。印西市ですかね。印西市めちゃくちゃ印西市うなずいてくださる方どこ、なんかインドの壁地みたいな。なんかゴルフ場とかが近くにある、そんな感じらしいんですけど。千葉県。千葉県。で僕もなんか行ったことないんですごく遠いということしか知らないんですけど、はい、なのですごく遠くから、その時は六本木にあったんですけど、通われてたんで、まあ朝も集まってるようで別に集まってないみたいな、はい、まあ結構自由な感じで、スタートアップ創業期あるあるみたいな感じでしたね、はい、でどうやって事業を伸ばして、まあ、営業ですよね最初はね。そうですね、最初はもうとにかくその時の製品を使っていただけるお客様をこう増やさないといけないので、はい、まあ自分なりにこうリスト、営業のリストを作って、アプローチの方法を考えて資料を作って、もうその頃自分でもう営業リストを作るんですね。そうですね、まあ、昔はバイトの時は与えてもらってたけど。あ、そうですね、もう何もかもないので。ああ、誰に営業す電話すればあれが取れるかと、はい、そうですそうです。でその時のビジネスも広告を配信するよというシステムを売ると、はいはいはい、そうですそうです。ずっと一貫してますね。そうですね、そんなに変わってないかもしれないですね。でも2011年って言ったら震災の時ですよね。あ、そうです、まさに、2011年の、1月に、当時のそのフリークアウトの製品がローンチされて、2011年の3月に、大きな地震があって、で自分自身が一番フリークアウトしちゃったと。そうですそうですそうです。今笑うとこですから日本語ですけど、うん、ですね。で、まあ当然広告なんていらねえよって感じにならないですか。あの、いらねえよというか、はい、本当に今出したら大変なこうお客様の反感を買うぞというようなタイミングだったので、当然広告は全然売れずにですね、あ、どうしようかなということで、まあ、当時その創業期にいたメンバーで、まあ、何もできないに近いですよね、その起きたばかりの頃、はい、まあ、とはいえ
ね、あのスタートアップしたばかりなので、はい、どうしたらこう、うん、買っていただけるかとか、うん、買っていただけるお客様が誰なのかとか、はい、まあ、そういったことを議論しながら、当然そのブランディングを主たる目的とした広告主の方々は、はい、まあ、結構自粛されてたんですよね、しばらくなんですけど、そのインターネットでビジネスをされてる皆様で、例えば、ユーザーを集めて、はい、実際のその広告主に送客するみたいな、はい、例えばリクルートさんとかは近いんですよね、消費者の皆さんを集めて、出向いただいている飲食店の皆様にユーザーを送客するとか、まあ、そういうビジネスをやってらっしゃる方たちって、インターネットでユーザーを集客するということ自体がもうほぼ仕入れに近いものだというふうに捉えてですね、で当然そういう会社が、仕入れをストップすると、広告主の皆様に、ユーザーを送客できなくなってしまうので、まあ地震が起きたばかりの頃はさすがに止めてたんですけど、はい、いち早く再開するなら、まあ、そういう方々だろうという目星をつけて、そういう方々を中心にアプローチをしていった結果、まあ、4月とか5月ぐらいには割とそういうところから受注ができてですね、再開し始めたという形ですね。それで合計3年半で IPO まで、そうですね、3年半で IPO まで行きましたね。すごいですね。じゃあ立ち上げから上場まで一瞬でしたね。一瞬ですね。3年半だって、はい、気づいたら上場したみたいな、はい、もう本当に寝て起きたら上場してたなみたいな、そんな感じでした。でもいい経験でした。素晴らしい経験で、結構ストックオプションもいただいてたんですよね、はい、そうですね、当時まあ早い段階参加したメンバーということもあって、一個社員ですか。そうですね、一番本当にもらわない比較的いただいてました、ね、でそれをキャッシュアウトして、うん、今の会社を設立する、設立する原資にさせていただいて、はい、まだ余ってますかと。いやもう全然余ってないですけど本当にお金かかるな会社だと思いますね全部使っちゃった全部すごい。でそれででもどうやってね、その今の会社をもう上場するぞって分かるのって1年半前ぐらいですか。そうですね、少なくとも1年ぐらい前には、はい、大体まあマイルストーンをちゃんとやっていけば、はい、いくんだなと。じゃあ1年半働いて伸びてきてもう上場するぞぐらいな、そうです、ね、勢いになってきてそういうことですよね。じゃあ次何、直樹さんの中では自分で起業どういうふうにしようかとか、はいはい、どういったところには新しいお客さんがいるとか、うん、どういうサービス作ろうとかもう考え始めてたってことですか、はいはい、そうですね、その上場した後にどうするかというのが、まあ、頭の中ではぼんやりあって、でも具体的に どういうプロジェクトを始めようと思ったかというタイミングについては、いや、辞める本当に 3,4 ヶ月前とかそれぐらいのタイミングでしたね。そのフリークアウトが いづらいとか嫌いだとかそういうことは全くなく、チャレンジングなプロジェクトはたくさんあったので、はい、その中でこう楽しんで、成果を出していくということを、うん、やろうと思えば当然できたんですけど、はい、それよりも、まあ、3年半で IPO まで行って、はい、ゴールでは当然ないんですけれども、はい、一つのモチベーションにはしていたので、そのモチベーションが一つ満たされた時点で、はい、もっとこう長い期間で腰を据えて取り組めるプロジェクトに取り組んでみたいなと思ったというのがあって、はい、で、まあ、どんなプロジェクトかというのを考え始めた中で、はい、今のこう企業の種につながるところにたどり着いたという感じですね。でどうやってその種を見つけたんですか。ですね、僕の場合は、当時 その広告を出してくださった方々の中で、e コマースの会社さんってたくさんあったんですよ、はい、でその e コマースの方々とよくお話をするときに、はい、e コマースで売ってる商品で、店頭でも売ってる商品って、はい、まあ、たくさんあると思うんですけど、うん、こういう商品は割とネット広告で売れるねと、はい、っていうことで、まあ、広告をこう出していただいてたんですけど、あ、ちゃんと店舗を持たれてるっていうことですね。そうです、店舗を持ってるとか、うん、例えば、e コマースで、はい、ものづくりをしてない会社は他社の製品を当然扱ってますので、うん、自分たちの店舗じゃないところでも売ってるわけですよね、うん、世の中には、はい、なんで、とにかく自分たちの店舗がどうかに限らず、うん、世の中のどこかで売っていて、はい、e コマースでも売ってるという商品は割とネットで売れるんだと、うん、で話してる中で、
あまり店頭に流通していなくて、例えば単価が高いとか、出たばっかりだとか、あとはサイズがイメージしづらいとか、そういう一部の商品があんまりネット広告だけだと売れないねというような話があって、まあ、その当時はそのお客様 と、私みたいな関係性だったので、まあ、冗談半分にこうチクチク言われてたわけですよね。それ理由ってあれですか、やっぱり想像がつかないっていうかイメージつかないし、触ったことないしサイズ感が分かんないからお客様はネットだけだったら買わないっていう理由なんですか。そうですね、そういった理由もあるというふうに、後から僕も気づいたりこう腹落ちしてですね、はい、例えば、ユニクロさんとか、うん、まあ、そういったところのじゃあ新しい T シャツが出ますと、うん、1000円とか1500円ぐらいですと、それは僕は自分に置き換えた時にわざわざ店舗に行って、なんかこう確認してから買うなんてことはあんまりしたことないぞと、ほぼネットで買ってしまってるぞと、あ、安い製品だったらネットで買うぞと、はい、そうですね、安いないしは、まあ、ユニクロさんの場合はそのブランドっていう背景があると思うんですけど、まあ、そういう製品は全然ネットで買っちゃってると。でも一方で初めてオンラインで見つけた商品で、例えば素晴らしく気に入った商品があったとしても2万円とか3万円とかしたらいきなり買えるかなと思った時にちょっと怖いですよ ね、 そうですね、もし返品はどうかとかね、そう面倒くさいしとか、そういうことを考えるといきなり買ったことはないなと思って、そういう e-commerce の会社も割とその実際のお客様が物とかを体験できたり触れたり、まあ確認できたりする場所って e-commerce の会社にとっても実はもっともっと必要になっていくんじゃないかなと思ったんですよね。それ何年頃ですか。それが2014年ですね。わー素晴らしいですね。で一人で気づき始めたと。そうです、ビジネスのためのそうなんじゃないかな。でただ e コマースの会社さんがじゃあ店舗やればいいじゃんって話なのかというと、どうやら店舗をやるって結構難しいらしいぞと。だって借りるのとかも大変、お金かかりますしね。そうですそうです。例えばあの住宅とかであれば、まあ、東京とかだと2年契約で、まあ、敷金とか礼金1ヶ月ずつみたいな、そんな感じだと思うんですけど、突然なんか店舗だとなんか5年とか10年契約でお願いしますとか、怖いですね。自分でやる人だったら勇気いりますよね。そう売れるかどうか分かんないですね。分かんないですよね。でしかも入る前にあの保証金、まあ、敷金みたいなやつを1年分家賃を差し入れてくれとか、そんな、ね、契約がまあ平気であって、別にそれ自体がいいとか悪いではなくて、まあ、これまでの消臭感とか、まあ それまでのその借り手と貸し手のバランスを考えると、そうであった方が効率的だったんですね、マーケットとか。あ、そうですね。なんですけど e コマースの方々、 e コマースを中心にビジネスを成長させる方々が、まあ、今以上にもっともっと増えていくという前提に立った時に、その仕組みってあんまり誰も得しないぞと思って、そうですね、であれば、その店舗を借りる仕組み、使える仕組みがもっとフレキシブルになっていくと、すごい、実は、まあ、借りる方はもちろんあの借りやすいし、例えば、ケーキのピースとホールじゃないですけど、ホールが3000円なんだけど、8カットのピースで買った時に、実は1ピース500円ですみたいな、だから8ピース売れると4000円になります、そうするとケーキ作ってる人からすると、ピースで全部売り切れた方が儲かるわけですよね、みたいなことが不動産においても起きるんじゃないかなと思って、例えば今までは5年契約しかしてなかったけれども、1ヶ月単位で少しだけ割、まあ、プレミアムをつけて、12ヶ月かける5年借りていただいた方が、実は不動産を持ってる方の収益性が高いんじゃないかなと。彼らも不動産貸してくれる人たちにもメリットがあると。そうです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 。素晴らしいですね。そういう仕組みが成立するかしないかと考えて、まあ、いろんな方にヒアリングしたんですけど、当時は、そんなにですね、一般的では当然なかったので、もうあとはやってみないと分かんないなっていうところまで来てやってみたっていうのが一番最初ですね。それフリークアウトに働きながら、辞める3、4ヶ月ぐらい前から構想してですね。じゃあ最初一人自分だけで。いや、ですね、一緒にプロジェクトをやろうよって言ってたメンバーがいて、2人でプロジェクトを進めてたんですけれども、割とまあこれもスタートアップあるあるかもしれないんですが、プロダクトをローンチする前に、一緒に始めたメンバーは、ちょっと思ってたのと違うな、
と言いなし、うんうん、途中でちょっと離脱するみたいな、うん、その人はエンジニアだったんですか？そのメンバーは半分エンジニアみたいな感じでちょっと作れる、ちょっとコード書けるし、るあと、まあ、ディレクションができる、はい、そういうメンバーだったんですけど、はい、まあ、今でもよく、ご飯とかは一緒に行くような仲なので、うん、別に人間関係がどうこうっていうのは僕らはなかったんですけど、うん、単純にその目指す世界観が、現実化しだすにつれてちょっと違うぞって、まあ、彼なりにあったんでしょうね。っていうタイミングでじゃあここは別でやった方がいいねということで、別々になったと。わ、はい、かりました。でそれで、まあ、見事上場して、それから何ヶ月後ぐらいに退社されて、ですね、上場した月の2ヶ月後ぐらいですね。2ヶ月でキャッシュを持って、はい、じゃあいざ作るぞと。そうですね、うん、じゃあ一人で作ったんですか？最初はそうですね、途中まで作ってたものがあったので、はい、そのベースの仕組み、まあ、途中で書いてた行動を参考にしながら、はい、とはいえ僕ちょっとエンジニアではなかったので、はい、エンジニアリングできるメンバーを探し直して、はい、当時も付き合いがあって、はい、もともとフリークアウトで一緒にやっていて、はい、まあ、彼も独立してたんですけど、はい、そのエンジニアにこう仕事をお願いしてですね、はい、なんとか完成させて、うん、2015年の5月にロッチすると。おで最初のその資金は直樹さんの上場、まあ、ストックオプションをお金にした分と、はい、あとエンジェルですよね、はい、最初。そうですね、エンジェル投資家の方2人に入っていただいていて、これ、うん、YouTube 回ってますけど、はいはい、結構ですね聞かれるんですよ、はい、どうやってエンジェルに出会えるんですか、はいはい、なんかありますか？はいはい、ですね、僕の場合は前そのフリークアウトの創業者の方、はい、に、あ、前の長本田さん、本田さんにエンジェル投資していただいてるのと、はいはい、あと、フリークアウトのすごい信頼関係ですね。そうですね、一緒に上場してやめますって言っていや、でも調達っていうか出資してあげるよと。そうですね、ただ、うん、これ本田さん見たら怒るかもしれないですけど、はい、本田さんっていい意味でケチなんですよ。ちゃんとケチなんですよ。それはちゃんとケチというのはそのウェッティな感情で投資はしないタイプ。あ、ちゃんとビジネスとしてですよね。なので余計結構嬉しくてですね、嬉しいですね。ある種ちょっと可能性を感じていただいてなんていうのはすごく嬉しかった記憶がありますね。結構緊張しました？緊張しましたね。もともと辞めますと伝えるために時間をもらってたんですよね。で、辞めますという伝えるのも、はい、なんかわかんないです。結構言い出しづらくてですね。言いにくいですよね。いや、むちゃくちゃ。そう。しかもでも。やりますっていう時簡単なんですよね。そう。でも、辞めますってすごい緊張しますよね。そう。で、多分本田さんも、うん、なんとなく、こういうことを言われるんだろうなと思って時間を作ってくれてるんですけど、うん、なんかわかんないですけど、言い出しづらくてですね。1時間ぐらい、なんでもない話をしてしまって、で本田さんもなんか「で何?」とかって言ってくれれば僕もまだ言い出しやすかったんですけど、そうね、なんか言い出しづらいなっていう。でもそれが別れ話じゃなくてよかったですね。あ、そうですね、また一緒にやろうみたいな。そうですね、そうですね、結果的にはこんなことをやろうと思ってますというのを最後にお話しして、うん、で面白そうじゃんと言ってくれて、でまあ必要だったら全然支援も考えられるから言ってねみたいなことで、最後はこうありがとうございますとしまうと。素晴らしい。でもう一人のエンジェルはどうされたんですか？もう一人は、それもフリークアウトの、当時の CTO の方の、はい、後輩というか、はい、つながりの中でご紹介いたしたっていう。すごい、ずっとご縁の中すごいですね。そうですね、まさにご縁ですね。素晴らしい。でそれから会社を立ち上げてうまくいったんですか、最初から？いや、最初はだからさっきも話した通り、うん、一緒にスタートしたメンバーが抜けるとか、うん、あとは、一緒にさ、うん、その始めたメンバーが連れてきたメンバーとかもいたので、はいはい、そのメンバーが抜ける時点で抜けるとか、あ、抜けていくんだ。そうなので、その製品とかサービスを世の中に出す前に結構チームが一回そうですね、悪い言い方をすると崩壊してですね、きつかったですね。もう一回チームを作り直すっていうことがありましたね。まあ、あるあるですけど、あるあるきついですよね、本人は。きついですね。そのきつい時、寝れてました？
ですね、僕比較的寝れるので、なんとこう精神状態は全然保てるんですけど、はい、まあ、とはいえその別に別れた彼らも人間として嫌いかどうかは別問題じゃないですか。なんですがやっぱりちょっときますよね。なんで、まあ、そういったいろいろ考えますよね、うんうん、自分の力不足なのかな。そうですそうですそうで す, そうです、まさにまさにというのをいろいろ考えていく中で、その自分が声をかけて、参加してくれてた当時のインターン生だけは残ってくれたんですよ。嬉しいですね。それはすごく嬉しくて、でそのメンバーと、まあ、今取締役になってくれてるメンバーとかも、まあ、昔から友達だったんですけど、まあ、その声をかけ直して、入ってくれるとなり、新しくスタートするみたいな、はい、で徐々に大きくなって2016年にあれですね、シリーズ A。 そうですね、結構なお金を、はい、某巨大ベンチャーキャピタルこれもネットに出ないようにしたらそうでもまあ、ね、日本の最大大手と言われる一つ、はい、どうやってそういう巨大なベンチャーキャピタルから調達をするようになってきたんですか。ですね、もともとさっき冒頭でお話したようなビジネスの仮説自体は創業してから一回も疑ったことは僕はないんですよね。でその中で時間軸の問題だと、これは僕らのビジネスがヒットするかどうかって、はい、ヒットはいつかするんだけど、それまで僕らが死ぬかどうかだとずっと思ってたので、まずは、ビジネス の, そのトラクションが伸びてくるまではとにかくコストミニマムな状態をいかに保てるかということに集中して、それでもまあ続けられる状態をちゃんと作るっていうのを最初にやっていて、で少しこうトラクションが出始めたタイミングで、一気にこうファイナンスをしてチームを拡大したいとずっと思ってたんですけど、うん、あ、これはついに来たかなみたいな、ずっとなぎぐらいだったんですけど、その時何名ぐらいですか。ですね、フルタイムで3名とか、その時3名、それぐらいのサイズでやっていて、で本当に普段がもうなぎだったので、うん、ちょっと伸びた、うん、ちょっと伸びた、今で言うと気がしたみたいな、はい、そのタイミングでファイナンスを動き出してですね、当時、もともとコンタクトはいただいてたんですけど、まあ、継続的に議論はしながら、はい、あるタイミングで、役職としては CFO なんですけど、うん、まあ、本当に COO 的に、まあ、ビジネス全般を仕切ってくれてるメンバーがジョインしたタイミングで、資金調達をだとして、うん、そこから今、そこからの何人、今もう30人、30人ぐらいですね。じゃあ3名から30人にガッと、そうですね、調達したお金雇いまくって、そうですねでエンジニアとデザイナーの製品チームが11名、はい、営業企画などのビジネスは18名、はい、で この間また数十億の調達をされて、はいはいはい、今から100名ぐらいに一気に、そうですね、人員としてはそれぐらいをこう見て進めていってるという感じですね。わ、うん、かりました。で残りなんとですね、もう7分になってきました。あ、早いでしょ。早いですねで今後の展開についてちょっと3分ぐらいで、はい、で最後に企業を目指す人へメッセージにしたいと思うんですけど、はい、今後の展開はどのように。今後の展開はですね、もともと創業からやっているその小売スペースの貸し借りのサービスですね、オンライン上での貸し借りのサービスというのを、まだまだこう伸ばせる伸びしろがあると思っているので、それをとにかく伸ばしていくと。でその先にやはりその小売りのマーケットというのが e コマースが伸びれば伸びるほどですね、実際の店舗での売り上げはマクロ的には下がるわけですよね。でマクロ的には下がるんだけど、じゃあ店舗の価値は何なんだっていう話かなと思っていて、店舗の価値というのが、そこで何かこう体験をするとかそういったものにもっと集約されていくんだと思っているんですけど、はい、その時にそのある種メディアとしての店舗という意味で役割が残っていくという前提に立った時に、はい、そこの取引がどうなっていくかとか、あとは店舗の中で、起きること、これをちゃんと、データ化して再現性を出していくために何をしなきゃいけないんだということを考えた時に、その新規事業で今東急さんと一緒にやらせていただいているプロダクトをやはりもっとこうたくさんの小売店ないしは商業施設の皆様に提供していけるようにしたいなというふうに思ってますので、シンプルに言うとその体験型小売
の、はい展開を支えるインフラをこう提供していきたいなと。ああ日本全国で。そうですね。まさに今日本で流行るオープンイノベーションの活動を、はい、オープンイノベーションですね。推進していくと、はい、またあれですよね、 JR 東日本の、JR 大崎駅構内で EC 事業者とクリエイターアーティストなどのリアル店舗出店促進を目的した活動もされてますよね、はい、そうですね。 JR さんとはアクセラレーションプログラムで初めてご一緒させていただいて僕らからもこうアプローチさせていただいたという形にはなるんですけれども、はい、なかなかこう大企業さんと取引始めると大変じゃないですか。そうですよね。どう、まあね、大きいし、うん、ちょっと遅いっていうのもあるし、はいはいはい、どういうふうにうまくいろんな協業をされてるんですか。はい、まあ、東急さんとか、はい、あと JR 東日本さんとかは皆さんがそう思ってらっしゃるような遅いとか、うん、そういうイメージとは本当に裏腹にですね、早いとめちゃくちゃ早くしてねスタートが早いそうこんなに早くこんな大きな物事が動くんだっていうのをすごくびっくりして、素晴らしいですね、はい、僕らもすごくやりやすくしていただいて、うん、ご一緒させていただいてるんですけど、うん、入り口はさっきも話した通り、うん、アクセラレーションプログラムに参加するとか、うん、あとは僕らのその新しい製品の POC みたいな、はい、概念を実証するために自分たちでポップアップストアみたいなのを開設してシステムを検証してたんですけど、そこにその特急さんの方が結構遊びに来ていただいて、その時にこんなことできないとかってご相談いただいたのがその新しいプロダクトを出すきっかけになったんですよね。いいですね。そうなので、もしアドバイスがもしあるとすれば、大企業さんたちが今後どういうふうに、皆さんのビジネスを前に進めていきたいんだとか、進めていくにあたってどんな課題を持ってるかだとか、はい、そういうところを理解をして、はい、で自分たちが何ができるんだっていうことを整理さえできれば、はい、割とこう組みやすい好意的にというか、ものすごく新しい会社、新しい、概念、新しいテクノロジーを積極的にこう探されて活用していこうという気概を僕はすごく感じているので、今はベンチャーにとってはかなりやりやすくなってるんじゃないかなと思います。いい時代ですね。大企業の方が新規事業をする代わりって言ったらあれですけれども、こちらのスタートアップ側が彼らができないことで、テクノロジーベースで、はい、より一緒にスケールできる協業メリットがあれば、うまくいく可能性が高くなると、はい、おっしゃる通りですね。素晴らしいですね。最後ですね、あと多分2分ぐらいしかないんですけれども、はい、残り3分ですね、今後起業を目指す方へ、はい、メッセージをお願いいたします。はい、ですね、今まで、そのエンジェル投資をしていただいた時もそうですし、その大企業皆さんと新しいプロジェクトを始めた時もそうですし、あとは会社のチームを作っていく時にこう参加してもらえるメンバーを探す時もそうだったんですけれども、とにかく 目の前に起きていることとか目の前にいる人の信頼をこう積み上げてきたんだなと僕は、勝手に思ってて、はい、で例えばそのフリークアウトを紹介してくれた前の営業先の人とかもそうですし、はい、フリークアウト時代に頑張って、まあ、フリークアウトの創業者の方からご出資いただいたのもそうだし、そのこれまでに培ってきた友人関係の中で今の会社に一緒に参加してくれてるメンバーもそうだし、とにかくこれは目の前の人を、自分が与えられるだけではなくて、まあ多分ですけど自分も何かしら与えてこれたから信頼が生まれてるんだなと思っていて、そういう信頼の積み重ねでしか多分そのネットワークを拡大していくとか、取引を大きくしていくってないんだなと思った時に、まあ、当然テクノロジーとかアイデアとかすごく大事だと思うんですけど、最終的にはそこに結構帰結するんじゃないかなと思ってるので、なんて言うんでしょうね、難しいことではあるのかもしれないんですが、まずはこう身近な人とかからこう大事にしていくというとおかしいですけども、信頼を勝ち得ていくとその先に結構ジャンプが実はあったりするんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。